亡くなった小笠原道博さんと球団は野球選手契約を結びました。ほっとしてます。なかなか宣言をしてから、全く連絡が、どこのチームからも、なかったものですから、どうしたものかなと、思っていたところに、ドラゴンズさんが、連絡をいただきまして、いいお話を、いただいたので、そこでもう2つ返事でお願いしますという形になりました。共にチームメイトとして戦ったこともある落合さんが今ゼネラルマネージャーですけれども、小笠原さんにとってはどんな存在なんでしょうか。自分が日本ハムに、ちょうど入った時に、同じ年に日本ハムに来られたということで、非常に勉強になった期間だったんですけども、全然その足元にも及ばないので、少しでも近づけるようにこれからも精進していきたいなと思っております。兼重監督を胴上げするために来たと思っていますから、しっかりと戦力になるように12月1月またの開幕までしっかりと体を作ってドラゴンズの一員として戦っていきたいなと、そのための残りの期間オフのシーズンというのを使っていきたいなと、またさっき言った質問に対しても、その読んでいただいたという、気持ちに応えるように、しっかりと、進んでいきたいなと思っております。背番号だけ、36番を、付けさせていただくことに、なりました。GM と、話していく中で GM の方から GM が現役時代付けていた3番と6番、足して36番でどうだと、もう2つ返事でお願いしますというような流れになりました。